全国で相次ぐ強盗・窃盗事件。人々の不安が募る中、今問い合わせが急増しているのが防犯カメラの設置です。今回のような凶悪事件があってから、やはりちょっと心配で設置をしたいというご希望のお客様というのはやっぱりいらっしゃいました。今日設置業者が向かったのは都内の戸建て住宅です。こちらにも来てます。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。玄関前にはすでに防犯カメラが2台あります。このうち1台の機能をアップさせ、新たにもう1台設置します。今ですね、まさに玄関先でですね、防犯カメラの設置作業が行われています。費用はおよそ20万円。依頼者は60代の夫婦で、娘2人と4人暮らしだといいます。最近いろんな怖い事件とかがあるの で不特定多数の方がここ深夜まで通ることが多いので、ちょっと心配っていうか不安なので。相次ぐ強盗事件に不安を感じ、未然に起きって防犯を強化。さらに他にも深刻な事情が。そうなんです。一番最近だと1月の初めぐらいに、こちらの花のところが1箇所取られてるっていう感じだったので。防犯カメラの死角となっている道路に面した植え込み、ハボタンが無残にも切断されていました。いたずらされることが何回かありまして、一番最初に気がついたのは12月5日の日に、なんか花の数が少ないなと思って見たら、ここが折られてて。何者かに切られる被害が相次いでいると訴えます。5年前にも花が盗まれる被害が。防犯カメラを確認したら、撮っていく様子が映っていたので、警察の方にご相談して、ちょっと時間はかかったんですけど、その方が限定されたっていうことがあったので。この時防犯カメラの重要性を肌で感じていたため、今回新たに追加することを決めたといいます。高まる防犯意識、カメラの機能も飛躍的に進化しています。こちらは AI 機能を持ったカメラになっておりまして、人と車にしか反応しない仕組みになっております。これは AI カメラの実験映像です。照明がついていない部屋でタオルを振ってみると、カメラのセンサーは反応しません。一方、AI が人の気配を感知した途端、ライトが点灯し、その姿を鮮明に記録。さらに警戒ラインを超えると、警報音が鳴り響き、侵入者を威嚇します。インターネットに接続はされていれば、お客様のスマートフォンなどのデバイスにですね、ポップアップ通知をお届けすることもできますので、人が侵入してきたらすぐに分かると。さらに対象者を追尾する AI カメラも。通常の固定カメラでは移動する人がすぐに消えてしまいますが、 AI カメラはズームして追尾を開始。この映像では人物を捉える時間が3倍にも伸びました。性能が上がったことも追い風となり、自宅に防犯カメラを設置する人が増えているといいます。戸建てのお客様ですと、資格をなくすという意味では四方にやっぱりカメラを設置するというケースがございます。4台から5台ぐらいになってきますと、価格帯としては30万円前後。今回新しく資格ができにくい状況にしていただいたので、今日から安心できるかなと思っています。